先週初来日したイギリスの5人組グループワンダイレクションに密着。日本中が注目した彼らの週末にショービズベスト。ニューアルバムが世界37の国と地域で1位を記録し、今最も勢いのあるグループワンダイレクション。先週来日した時には空港に500人のファンが詰めかける熱狂ぶり。そんな5人にワンダイレクションと同世代のソダちゃんがインタビューです。初めて日本に来ていかがですか？ We love Japan. Japan is cool. It's a really nice place. The view outside is absolutely tremendous. I keep referring to it. I can't get away from it. It's amazing. And we're really enjoying the food over here, the lovely people of Japan. I love the language. Yes. 例えば好きな言葉とかありますか？頑張ります。いい言葉もらったね。What does that mean?日本語が大好きというワンダイレクションのハリー、週末に行われたファン感謝イベントでも日本語を披露していました。ワンダイレクション、わー、メンバーの皆さんがステージに登場しました。ものすごい歓声です。わー、すごい。こんにちは。元気？元気？一方、日本に来て文化の違いにびっくりしたこともあったそうなんです。 The taxi doors open by themselves.Do that. It can't be true. You walk up to the taxi and you like press the button and the door goes. I thought that was me. Oh, English is different. Oh no, you have to do it all yourself. Good. Apart from, I tried to slam it, and I think it breaks it when you try and slam it. Break down. So as I went to close the door, he went no. Just how different the culture is here is amazing to see, and just yeah, just everything, just the way the people are and everything, they're just a little bit different to the UK, so it's cool. Everyone's really nice. I feel like I have to thank everyone because everyone's like so nice. Thank you. で代表してありがとうございます。ワンダイレクションというグループのベストポイントを挙げるとしたらどうですか？ I think because we don't take it.Too seriously or very seriously at all. There's that. Yeah, and there's not much like, we don't have much like choreography, we don't really dance, it's all kind of like off the cuff, and we just kind of just feel the performance and just kind of. Not doing it. So, 感じたままに動くのがワンダイレクションのベストポイント。踊りも立ち位置もバラバラで、より多くのお客さんとその場を楽しむことを大切にしているんです。ここでジップからサプライズです。ジップからプレゼントがありますので。こちらになります。はい、お願いします。ジャムロンプリースめくってください。頑張ります。お寿司の絵が入った湯飲みであります。ごめんなさい。アメージング。お寿司好きだというワンダイレクションにお寿司の絵が描かれた湯飲みをプレゼントです。 Do they have... Oh, cool. Thank you. I feel sick. Oh, wow. Stronger. Oh, I love fatty tuna. Hi. Yeah, I love nigiri. Hello. Yes. Any nigiri, like salmon nigiri, prawn nigiri. You name it. Eel nigiri. Pretty much. You name Unagi. It. I love it. Oh, I love it. Nagiri. Teka.Pickle. Pickle. 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 Pickle
裏にはメンバーの名前がひらがなで書いてあるオリジナルの一品。もちろんメンバー5人全員分の名前が書いてあります。Squid. Good. Very it's really good. Cool. How are we? Thank you very much. It's missing a handle. I'm not in this room. Ah! So she's got a on the palm. Yes, like this. Hello! 日本土産を喜んでくれたワンダイレクションの皆さん、最後にジップポーズもやってくれました。 Hi, we're One Direction. We wanted to say a huge thank you to all of our Japanese fans. We would not be here in Japan without you. Thank you so much for asking for us to come here, and we cannot wait to see you in November. Zip! Zip! ありがとうございます。11月には幕張メッセでライブを行うそうです。達也さん、ワンダイレクションの皆さん、本当に気さくな方たちでした。サービス精神もあるし、仲いいし、喋りも面白いし、日本語もさ、すごく頑張りますって、ね、覚えてくれてました。はい、これからどんどん覚えていきたいとおっしゃっていました。で、マスさん、はい、イベントではさまざまな日本語が飛び交っていました。そうでしたね。で、はい、その中第一声が何かっていうのを先週金曜のカミングスンで予想したんですけども、ね、まあ、正解は金曜日に、ね、発表したいと思います、ね、さっきこんにちはが、さっきのじゃどうでしょう、なんだよ、どうでしょう。はい、以上ショービズベストをお伝えしました。ワンダイレクションに日本中がメロメロ。ニューアルバムが世界37の国と地域で1位を記録し、今最も勢いのあるグループ、ワンダイレクション。週末に行われたファン感謝イベントには、2万人の応募の中から抽選で選ばれた2000人が集まりました。ワンダイレクションに会いに行きました。にじんじゃったんですけど、友達に書いてもらいました、学校で。自分で履いて書いてもらいました、はい、愛知県の名古屋から来ました。ベイ君のパネルです。新幹線で運んできました。あ、自分で作ったの、すごいね。はい、名古屋から一緒に来ました。どうしても見てほしかったので、私のこと。一緒に来れば見てくれるかなと思って。本人たちに少しでも見てもらいたいという思いで、さまざまな工夫をしていました。会場には、CD ジャケットの撮影に使われた電話ボックスと同じものも置いてあるということで、多くのファンが写真撮影。さらに食べるものもあって、綿あめやおしるこに混じって、ワンダイレクションの出身、イギリスの代表料理フィッシュ&チップスの屋台もありました。そしていよいよファンの前にワンダイレクションが登場です。ワンダイレクション、木曜日に初来日したワンダイレクションが土曜日にファン感謝イベントを行い、抽選で選ばれたファン2000人が集まりました。質問コーナーで覚えた日本語はの質問にハリースタイルズが頑張りますと元気よく答え、会場から歓声が上がっていました。そしてライブでは、目覚まし土曜日のテーマソング Live for I'll Be a Young など4曲を披露。
日本では初めてとなる貴重な生パフォーマンスに会場のファンは大満足の様子でした。頑張りますって言ってましたね。はい、結構日本語もいろいろ話していらっしゃいまして、ね、元気ですよね皆さんね。そうなんです。実は私もこちらのイベント行ったんですけれども、うん、本当あのライブの前にファンの皆さんがこう振り付けを教えてもらったんですけど、うん、そのファンの皆さんの振り付けとワンダイレクションのメンバーの皆さんの歌が一体となって本当に会場一体感がすごかったんですよ。見たかった。はい、ワンダイレクション11月の2日と3日に千葉の幕張メッセで日本初ライブが行われます。また姿を見られるんですね。そうですね。はい、では続いては久しぶりの新曲です。先週木曜日、イギリスの5人組ボーカルユニットワンダイレクションがついに初来日。最新アルバム Take Me Home は世界30カ国以上で初登場第1位。動画サイトでの再生回数が8億回オーバーというまさに世界を席巻中の彼ら。目覚まし君覚えてますか？そう、目覚ましテレビはこれまでどこよりも早く彼らの情報を伝えてきました。 1D の大ファンであることを公言してきた私に取材のチャンスが巡ってきたのは来日2日目。うわそのワンディこの日行われた来日記者会見、一ファンとして考えてきた渾身の質問を引っ提げ臨んだのでありますが、出版後ろの右端のドアに近い女性の方、はい、愛ちゃんが当たりまして、うらやましすぎる。その感想を教えてください。We're quite high up in the floors in this hotel, and the view is absolutely incredible. It looks amazing. We didn't realize actually how big Japan was. I think we're all quite shocked. How big Tokyo is then, yeah. I want to be. 結局この日、私が指名されることもありませんでした。残念。でも、その翌日、インタビューさせていただくことに。前日の反省を生かし、渾身の質問をぶつけようと気合は十分。Hello. Hi, nice to meet you. My name is Yuki Yamasaki. From Mezamashi TV. Hello. Do you remember Mezamashi? Of course we did. Mezamashi TV. Thank you. You guys are so gorgeous. 今週の質問はもう少し後で。実はこのインタビューの直前、ファンイベントが開催されていたんです。あたかもワンディー祭りと化した会場は外でもファンが大盛り上がり。これじゃんです。ありがとうございます。ファンの方々にも私のフリークぶりは公認のようで。そしてイベントではファンからの質問にワンディーが答えるコーナーも。今一番お気に入りの曲、まあ、自分たちの曲以外で何でしょうか。 And we all as a group love the new sexy dance track. Yeah. Hello, hello, Merry Christmas. Merry Christmas. Lady, lady. トークで盛り上がった後、いよいよ日本で初のワンディーパフォーマンスが。戻りましょう。メンバーは18歳最年少のハリーに、19歳ながらグループの父親的存在リアム、そして同じく19歳ギターが得意なナイル、ダンスがちょっぴり苦手な20歳のゼイン、俳優としても活躍中ルイ21歳というワンディーですが、ワンダイレクションのことがもっと知りダイレクション、イエーイ。
5人にそれぞれのメンバーの顔を貼った札を持ってもらい質問に答えてもらいました。まず第1問、メンバーで一番面白い人は。これはまだ序の口の質問。シンキングタイムで彼らの歌で間をつなぐと、トゥナイレチケンさん、アリバリアン、リース。お、ルイが4人、そして全員が1人。ジーニアスコメディックマインド、コメディック。 He's got very good timing. Yeah, for jokes. That's about it, really. He knows yeah. when, you know, he picks a good moment. 続いてはこちら、一番女性にモテるのは誰？Oh, oh, 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 oh.さて、ここまでの質問は言ってみれば軽いジャブのようなもの。今回どうしても聞きたいことがあって、さあ、いよいよ温めてきた 1D ファン渾身の質問をぶつける時が。皆さんが女性の中でこうセクシーに感じる部分っていうのはどこですか？That's a different question. Okay. I just think someone who's fun, someone who's nice, and a nice smile.I think when a girl plays hard to get, it's it. Yeah, I think confidence is quite sexy when you go as well. That's a big question. はい、念願叶いまして皆さんにぶつかってきました。よかったね。そうなんです、皆さんの好みの女性聞いてきましたから、今度皆さんぜひ参考にしてみてください。どうですか、山崎アナウンサーは実際に会って、はい、どのから私はね、もともと全員が推しメンだったんですけれども、自信のある女の子が好きっていうことですから、私自信を持って全員にこれから挑みたいと思いますね。まあ、でもインタビューサイトの彼らは実はかなりやんちゃだったんだよね。そうなんです、本当に皆さんいい意味で普通の男の子っていう感じで、うもう本当に仲良しなので、なかなか私の質問に聞いてくれなくて苦労した場面もあったんですけど、それが多分皆さんの魅力なんだと思いますね。ファンとの距離も近いんですよね。そうなんです、ファンの皆さんもやっぱりみんな仲良しっていうところが一番大好きなようですからね。もう次の来年はコンサートですね。そうですね、今年11月お待ちしております。ショービズの最新情報をお伝えするショービズトゥデイ。先週初来日したイギリスの5人組グループ、ワンダイレクションが日本のファンの前でライブを行いました。ワンダイレクションに日本中がメロメロ。ニューアルバムが世界37の国と地域で1位を記録し、今最も勢いのあるグループ、ワンダイレクション。週末に行われたファン感謝イベントには2万人の応募の中から抽選で選ばれた2000人が集まりました。ワンダイレクションに会いに来ました。にじんじゃったんですけど、友達に書いてもらいました、学校で自分で履いて書いてもらいました、はい、愛知県の名古屋から来ました。ベン君のパネルです。新幹線で運んできました。あ、自分で作ったの。すごいね。はい、名古屋から一緒に来ました。どうしても見てほしかったので、私のこと一緒に来れば見てくれるかなと思って。本人たちに少しでも見てもらいたいという思いで様々な工夫をしていました。会場には CD ジャケットの撮影に使われた電話ボックスと同じものも置いてあるということで、多くのファンが写真撮影。さらに食べるものもあって、綿あめやお汁粉に混じって、ワンダイレクションで出身、イギリスの代表料理フィッシュ&チップスの屋台もありました。そしていよいよファンの前にワンダイレクションが登場です。ワンダイレクション、こんにちは。
11月には幕張メッセでライブが行われることが発表されました。そしてスタジオにはイベント会場で販売されていたグッズをお持ちしました。こちらがパーカー、そしてトートバッグ、さらにこちらはキティちゃんとコラボした手鏡やコリアンマイルなんです。メンバーがこれメンバーがってことです ね、はい、ね、グッズも盛りだくさんですよね。いかがですか、限定だったんですね。すごい倍率ですよ、ね、私取材したんですけれども、メンバーの皆さん本当に仲が良くておしゃれな一面もあるし可愛かったです。あ、この様子ですか。そうなんですよ、はい、この模様は7時23分頃のショービズベストでお伝えします。はじけてますね、皆さん。はじけてます、可愛い。なんだこれは。カニ歩きってますよ。ワンダイレクションファンとの初 1D は、先週木曜日に初来日したイギリスの5人組ボーカルユニットワンダイレクションが土曜日にファンイベントを行いました。ライブはもちろんファンからの質問コーナーも。日本語は何か覚えましたか。頑張ります。If you were to describe yourself as an animal, what would you be? I would be a horse. I'd be a monkey. Zain, I'm going to join you actually. I think being a monkey would be quite fun. I think I was going to do anything. I'd be a giraffe just so I was really tall. I'd be a cat. What's the name? Yen. Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend this love and never, never, never stop for anyone. Tonight, let's get some and live one. So yeah. と盛り上がる会場の中にこの人の姿が。そう、山崎アナ。念願かなって 1D ライブ初参戦。実はこれだけではないんです、メンバーにインタビューもしちゃいましたよ。 You guys are so gorgeous! で、この奇妙な歌とダンスは一体何？続きは7時台の芸能コーナーでたっぷりと。盛り上がってる。土曜日にね、はい、インタビューがあって、そしてファンイベント、まあ、盛り上がってましたね、ファンイベント。もうね、ライブは大盛り上がり、うん、この会場にいられたのは抽選で選ばれた2000人ということだったんですが、主に私より年下の10代の女の子たちが中心でしたね。同世代っていうことね、 1D のメンバーと ね、はい、そして皆さんちゃんと英語で歌を歌ってるんです。これをきっかけに英語を勉強している学生も多いということで、そういうことですね、はい、メンバーの皆さんも喜んでいました。それにしてもね、今まではミュージックビデオで見るしかなかった人たちが何百回見てきたミュージックビデオから飛び出してきた。それがもう嬉しかったですね。なんかファンの皆さんにもね、ファンの皆さんにもやっと行けましたねって声をかけられて、皆さんが喜んでくれて、我がことのようにワンディファン優しいね。そうですか。で、その山崎さんのインタビューの模様、なんか歌ってました、踊ってましたね。やや受けってなってたけど、そのあたりがどうだったのか、はい、取材をご期待いただきたいと思います。木曜日に初来日したワンダイレクションが土曜日にファン感謝イベントを行い、抽選で選ばれたファン2000人が集まりました。質問コーナーで覚えた日本語はの質問にハリースタイルズが頑張りますと元気よく答え、会場から歓声が上がっていました。そしてライブでは
目覚まし土曜日のテーマソング Live While We Are Young など4曲を披露。日本では初めて歌う貴重な生パフォーマンスに会場のファンは大満足の様子でした。だいぶ盛り上がってますもんね。実は私このイベント行ってたんですけど、もうとにかく盛り上がりがすごくて、そしてメンバーの皆さんの勢いも本当にすごかったですね。ワンダイレクション11月に日本初公演を行うということですね。いや本当盛り上がりますからね。その公演も楽しみです。